ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車種紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェパナメーラ 4E ハイブリッド2018年式29,000km、こちらのお車をご紹介いたします。そして前回に引き続きカメラマンが不在ですので、ちょっと僕の主人公視点でお届けしたいと思います。はい、じゃあそれじゃあ改めまして土川さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で今回ご紹介するこのパナメーラ4E ハイブリッドということなんですけど、はい、買い取りさせていただいたお車、うんうん、で売っちゃっていいんですよね。そうです。はい、はい、うちの方で直接確認させていただいて、はい、前オーナー様の、うん、はい、車の大切にされ具合もそうですね、全て把握しているという、はいはい、自信を持ってお勧めできる1台でございますね。はい、そうです。そしてパナメーラに限らず、もうポルシェといえばオプションですから、うん、ちょっとポルシェ、オプションのところを今回も拾っていきたいと思います。はい、で全体的なところでいくと、うん、今回割とこうシンプルオプションというか、そうですね、決してオプションが多いという車ではないと僕は思いますが、まあ、ポイントを抑えられているというか、はい、まあ、これをベースにちょっとやっていただきたいなっていう。あとはオプションも結構こう後から足せるやつとか。そうです、はいはい、まあ、全部簡単に足せますよとは言えないですけど、うん、まあ、外装とかあと内装のちょこっとしたものであれば後から必要であれば足せるものも多いんで、はい、まあ、その辺ちょっとこう言っていただければできるんで、その辺も視野に入れて見ていただけるといいんじゃないかなと。はい、はい、そしてまず外装からいくと、うん、はい、もう至ってシンプルな。そうです。はい、でボディカラーは、キャララーホワイトですね。オプションのメタリックのホワイト、もう高級感がすごいですね、これはね。通常のホワイトの方じゃなくてキャララしてる方のやつですよね。はい、そうです。はい、ちょっと質感が、うん、だからこれ写真とかだと分かりづらいですよね。そうなんですよ。なんで、分かりづらいよねちょっとこれ動画でもどこまで伝わるか分かんないですけど、はい、コンフィギュレーターでも、うん、なんかもうほとんど分かんないじゃないですか。そう、違いが出てこないんで。そうなんですね。この辺は実写を見ていただかないとなかなか伝わらない部分だと思うんですけど、そう、一応そのキラキラしてる方の。そうです、はい、はい、ホワイト で、はい、で外装に至ってはこれ本当に今回シンプルですね。いや、シンプルですね。ヘッドライトも標準のもの、はい、うん、バンパーも標準のバンパー、スポーツデザインとかでなく、はい、はい、うん、でまあ、あとはメジャーなところでいくとハイグロスのエクステリア、はい、うん、はい、そうです。この辺なんかも言っていただければ、うん、こういうところですね。ボンドグループ全部できちゃうんですよね。できちゃいます。例えばこのグリルの中塗りたいとかリップ塗りたいとか。そうです、はい、分けることもできますし、全部この素地の部分ですね、全部塗ることも当然できますし、うん、まあ、もちろん費用はかかりますけど。そうですね、まあ、後からもできるんで、はい、はい、あんまり、うん、内的にはそんなに重要じゃないかなと。ですね、はい、はい、であとは今回、うんうん、足元、はい、19インチなんですね。そうなんですよ、はい、どうせだったら20インチとか言わずにバチッとこう入れてほしい。21、はい、ですね、はい、入れたいところですけども。そうなんですよ。逆に19だとこう乗り心地の良さは、はい、半端じゃないかな。半端じゃないです、はい、うん、でこれ19ですけどオプションの方の19なんですね、はい、オプションの方の19です、はい、うん、プラスで10万円ぐらいでしたっけ。そうです、はい、ただ乗り心地で言ってしまうとエアサスじゃないですか、今回のこのお車は。だからさほど気にされなくても。あ、なるほど、はい、20インチでも当然21でも何だったら22、うん、バチッと決めてほしいなと思います。このタイヤの厚みでこう乗り心地稼いでる感じではないんで。決してそうですね、はい、まあ、比べれば違うんでしょうけど、うん、まあそうですね、はい、でも気になるような硬さではないんで、うん、はい、まあ、純正で21設定されてる時点でももうそうなんですよ。許容範囲というか、はい、全く問題なく全然乗れるインチなんで、うん、21入れたいですね、はい、そうですね、はい、バシッと。そして、これですか、はい、アシッドイエローでございます。アシッドイエロー、はい、はい、ハイブリッドハイブリッドですよっていうイメージカラーが。そうですね、はい、キャリパー、はい、うん、そして、はい、サイズがまたそうすごいですよねパツパツです、キャリパーが。19だから特にパツパツに見えますね。そうですね。あとホイールをだからやると同時にキャリパーの色を変えてもいいですし。なるほど。そう、ホイールの色とボディのカラーとトータルでこう合わせてもらってメリハリつけてもいいかなと思います。確かに、うん、まあ、キャリパーうち得意としてますからね。はい、はい、そんなこともできちゃう。はい、はい、そして今回の車外装至って、うん、ノーマルノーマルシンプルです。はい、はい、ローダウンもされてないと、ね、うん、なのでこの辺も言っていただければ、はい、ローダウンなんかもできちゃうと。もちろん、はい、であと、はい、
もう本当にポルシェ紹介するときはもう、うん、あのコンフィグを一回確認するんですけど、はい、半分ぐらいで断念するんですよ。すさまじいじゃないですか。確かにね、はいはい、いろんなところをこうグロスにしたりボディ同色にしたりとか。そうですね、はい、ありますけども、はい、今回はそんなにこう、うん、至って標準の。もう本当そうです、はい、でちょっと僕自身が気になるのは、はい、土もさっき言ってましたけど、はい、このハイブリッドならではの黄色、はい、ここまで黄色を象徴しなくてもいいんじゃないかなって思いつつ、なるほど、まあ、エンブレム外すとか、はい、キャリパーの色を塗るとか、うんうんそうですね、なんかこう小技を効かせて、はい、カスタムしてる感を出すっていうのもありだと思うんですよ。なるほど、まあ、フルエアロとそういうことではなくてですね、はいはい、これはあくまでもベースにしながらちょっとしたカスタマイズですけどポイントを抑えることによって明らかにこうノーマルの車との差別化を図るっていうのも全然ありかなっていう。気が利いたぐらいで。そうです、はい、そしてミラーなんかも、はい、もうグロスになってグロスになってますここね、なってたりするんで、うん、はい、こことフェンダーダクトとグロスになってます。スポーツデザインのミラー、まあ、パラメーラはこう標準ですけど、はいはい、だったりするしますけど、うん、パラメーラはこう標準だし、そうです、ね、黒くなってるんで、うん、はい、何気にこうデザインかっこいいから。かっこいいですよね。そうだから、はい、パナメラフォードはねの車ですけどスタイリッシュに見えますね。でもう本当にキリがないんですよね、ドアノブ黒くしたりとか。そうです、はい、うん、だこの辺だとモールも黒じゃないですか、はい、でここちょっとメキ残ってますからね、はい、この辺もちょっと色を変えてあげたりとか。でも選ぶときは楽しいんですけど、はい、車両紹介でこう確認するときは、うん、お願いだからパッケージにしてくれって毎回思っちゃう。本当だよね。一個一個項目でね分かれてるからその方が助かります。はい、はい、後ろもこんな感じで、うん、はい、アシッドイエローの、はいはい、キャリパー、リアも対向ポットですからね。そうですよ、うん、さすが、はい、宇宙一で止まれる車を作ってるメーカー。本当ですよ、はい、セダンでも、はい、スリット入ってますしね、はい、これだからトップグレードじゃなくてこれだからすごいですよね、うん、はい、だと思います、はい、ここがいいとこですね、はい、うん、そして後ろは、はい、もう971になって後ろめっちゃかっこよくなりましたね。うん、かっこいい静観じゃないですか。はい、うん、つながってますし。そう、はい、これはいいですね。もちろんその97、今ちょっと僕の言い方に語弊がありましたね。なんですか970が別にかっこよ、かっこ悪いわけじゃなくて、ね、はい、なんかちょっと他のモデルとつながりましたよね、うん、と思います、はい、統一感ありますよね今そのポルシェというメーカーが、うん、911シリーズとつながってこうつながるテールランプでちょっとこう、はい、シュッとしたというか。そうですね、はい、うん、そしてリアも同様に、はいはい、イエローのちょっとアクセントが入ったエンブレム、はいはい、で、ハイブリッドの4と、うん、あとターボ、ターボ、はい、うん、の、2車種展開ということで。はい、はい、そしてマフラーなんかも、うん、スポーツデータなんかありますけど、はい、今回の車はもう標準の至って、はい、ノーマル標準です。ちょっと大きめの1本ずつ出しの、うん、そうですね、こんな感じのテープになってございます。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、で内装、うん、重要な部分としては、うん、はい、ソフトクローズがついてるかどうかなんですけども、はい、お願いいたします。ついてルース、はい、ついてございます。ついてます、はいはい、なんかちょっと車格的に欲しいなって思っちゃいます、うん、そうですよね、はい、もうこの辺ってポルシェの中の上位車種っていうんですかね。なんかでも一般セダンとして、はいはい、考えたら他のセダンから比べるとやっぱり高級車の部類、うん、ポルシェって難しいね。難しいですよね、横一線というイメージもあるので、はい、あのドイツ車だと、うん、例えば5シリーズに該当するのが E クラスだよねとかってこう比べるものがあるんですけど、うんうん、ポルシェってないじゃないですか。そう、はい、そうなんですね。これがじゃあ5シリーズなのか7シリーズなのか、まあ、7まではいってないけど、うん、5シリーズにしてはブレーキとかエンジンとか内装とか、うんうん、だからちょっと微妙な立ち位置ですけど。そうですね、なんかちょっとこうソフトクローズとかちょっと高級オプションもついてると嬉しい、はい、はい、うん、今回ついてると、はい、そして内装は、うん、内装も外装に習って、はい、シンプルオプションというか。そうですね、はい、うん、シートも標準ですし、はいはい、ステアリングだったりだとかその他装備なんかも、うん、はいはい、あくまでスタンダードなです、はい、ただこれも、うん、元がいいじゃないですか、うん、はい、ベースがね。そうなんです、うん、シートもだって最初からこう普通の車で言ったらだいぶスポーティーなスポーツテイストのスポーツシートになってる、うん、はい、
で調整はさすがにその、はい、8ウェイト14ウェイト、はいはい、まあ、あとその快適装備のシートヒーター、うん、ベンチレーションいろいろありますけれども、はいはい、まあ、その辺を求める方にはもうもちろんちょっと寂しくなっちゃうかもしれませんけど、はい、まあ、ベースとしてはかなりいいのかなという。そうですね、まあ、普通に十分贅沢です、うん、ですよね、はい、パワーシートなんで、はい、そして、はい、まあ、あとはキャラクターが出るのはステアリングだったりですけれども、はい、ステアリングも、はい、普通の、はい、レザー巻き、ベーシックなレザー巻きですね、はい、ただ距離今回2万9000キロ。そうです、はい、コンディション良くないですか。あ、すごく綺麗だと思います、はい、全然こうステアリングの使用感がない、はい、擦れてもないし、うん、でステア、シート、はい、ここが若干こう白くなってきてしまってるんですけど、もうこれ経年劣化でしょうがないのかな、乗り降りでって思います、はい、ただこれはリペアで簡単に普通にこの、はい、ちょうどこのパイピングのステッチの、そうですね、間のところですよね。そう、一番こう飛び出てる部分、はい、どうしても硬いレザーなんで若干、はいはいはい、こっちの座面はすごくソフトな感じです。なるほど、はい、これじゃあ修正すれば全然綺麗になります。いけちゃうんですね、はい、なるほど。であとはドアなんかが結構こうオプションの、はい、あるなし出てくるところですけども、はい、あのレザーのパッケージとか入ってないんで、うん、そうですね、もうベーシックな合皮になるんですかね、これは。ただベーシックでもちゃんとこのステッチ入ってるんですね。ああ、そうです、はい、ちょっと目立ちませんけど同色で同系色でステッチ入ってます、はい、で新しいそのパナメーラですけど、はい、こういったスイッチ類がこの綺麗に黒い、はい、ピアノブラック、そう、グロスのブラックになってる。なんかここがすごくいいですね、高級感がありって。ここもそうだし、このパネルもそうだし、うん、はいはい、あと運転席のレバー類なんかも、そうなんですよ、全部こうグロスになってるんですよね。そうです、そうです。だからすごく高級感もありますし、あと、まあ後でご説明もしますけど、スイッチを押した時の、あの操作感がすごくいい感じのタッチですね、はい、伝わるでしょうか、このカチッっていう、新しいっていう感じしますよね。そう、はい、新しいっていう感じですね、いかにも。なんかこう車のキャラクターに合ってる気が。そうですね、これなんか操作感って、はい、今更ですけど、はい、すごく重要じゃないですか。いや、大事ですよ。なんかあのベントレーとかだと、うん、またちょっとこう高級感のあるこう、そうですね、はい、はい、押し心地というか、うん、クリック感だったりしますし、はい、かといってこう軽すぎると高級感なかったりするじゃないですか。そうです、そうです。で、今までのポルシェのイメージって、はい、なんかこうはっきりしてないって言ったらおかしいですけど、はい、なんかこういう、まあ、パネル類も一新してるので、その辺も全部すべて改善してるんだと思いますけど、今回そのイグニションオンになってないとパネル類も全然何のボタンかわからないような、はい、感じになってます。ただ触った時のタッチ、はい、なんていうんですか、操作感というかクリック感、あ、そう、クリック感っていうんですかね、はいはい、それが明確に分かるので、すごく使い心地がいいです、うん、ただ一点こうちょっと難点というか、はい、一点といえば、うん、あの手垢がつきやすい。そうですね、はい、それは気になります。なりますよね、はい、はい、ちょっとじゃあ乗ってみましょうか。はい、じゃあ僕今回カメラマンなんで、カメラマンのまま乗っちゃいます。どうぞ。一応運転席からの視界はこんな感じです。確かスポーツクロノがハイブリッドだと標準になるということで、はい、はい、ここのモード切り替えと、うん、あとこっちで、メーターも針が黄色なんですね。そうですね、はい、こんな感じで、そして、うん、キーをオンにすると、はい、このセンターのメータープラスアルファ両側に液晶がこんな感じで、はい、でそれぞれこのステアリングのコロコロで、はいはい、表示の切り替えができちゃうと、はいはい、こんな感じになっております。そして残念ながらステアリングヒーターはついてございません、うん、はい、はい、で、あ、キーオンのままいきましょうか、うん、あとこの辺なんかのメインのシステムはおおよそ海燕と一緒ということで。そうです、はい、モニターさていうかデザインも、ね、デザインも共通です、はい、うん、でエアコンなんかがここ、はい、こんな感じで、だちょっとこれも、うん、慣れが必要かなと、はいはい、一旦中に入らないとこう
細かい設定ができない、はい、でエアのこのベントに関しても、はい、これでこう調整する感じ、うん、こうか、はい、ここですよね。そうです、はい、なんでちょっとこの辺がどうかなっていう、うん、はい、決して使いづらくはないと思うんですけど、うん、多分少し慣れが必要かなっていう気がします、はい、であとはシートヒーターは今回車がついてるということで、うん、はい、ちょっとピントが、はい、シートヒーターとベンチレーションがない。ベンチレーションはなしです、はい、であと、ACC が、はい、はい、そうです、 ACC 付きです。装着されてございます、うん、あとはこちらですね、はい、うん、でディスク、ディスクスロットが付いてて、はい、はい、メディアですね、はい、あと ETC がありますという感じです、はい、確かテレビはないんですよね。これテレビはありません。そうですよね、はい、はい、そうっす、はい、こんな感じでラジオと、うん、まあ、入力関係、はい、はい、っていうラインナップになってございます。これ後から足そうと思えば足せるんですよね。はい、はい、大丈夫です。テレビだったりとか、うん、はい、であとはバックカメラチェックしておきましょうか。はい、はい、よいしょ。そしてバックはえい、うん、こんな感じで、はい、はい、メインのカメラとあとはセンサー、はい、前後でついてる、こんな感じになっております、うん、はい、はい、じゃあ続いてリアシートを見てみたいと思います。はい、でオプションでなんか4プラス1、うん、要は5人乗り、5人乗りね、はい、あるみたいなんですけれども、はい、今回の車は4人乗り、4人乗り、はい、こんな感じになっております、うん、まあ、ドアに関してはフロント同様ですね、はい、はい、っていうのと、はい、パナメーラここは、はい、いつも言うように吹き出し口がついております。はい、はい、いう感じです。助手席が見ると分かりやすいでしょうか。そうですね、はい、はい、こんな感じで、そんな感じかな。ちょっと座ってみましょうか。座ってみましょう。はい、乗り込みはどんな感じですか。割と開口部広く見えるんですか。いや、広いじゃないですか、はい、あのはっきり言うけど広い割には意外と楽ではないです。あ、そうなんですか。 なんだろう、開口部はだいぶこうでかく見えますけどね。そう、開口部ですよね、はい、こうシートの出方がすごく前なんでかな、そんな感じがします。なんとなく今こう足を結構前の方に出してからっていう感じの、うん、でも決してダメなわけじゃないですね、はい、楽ではないってだけです。普通ですよ。あのリアシートも 8A とかのオプションありますけど、うんうん、ありますね。標準でも随分なんかスポーティーですよね、うん、で角度も悪くないですね、疲れないっていう感じはします。で広さも全然ありますしね、ちゃんとスポーツシートしてます。言ったらちょっとフロントシートと見まがうぐらいこうスポーティーなですね、はい、なんかねちゃんとサポートしてくれるので多分楽ですよ。これリアシートに長時間座っててもこんな四座のセダンあんまりないですよね。ないですね。なんかこう普通に座った感じ、はい、自然な感じです、はい、クリアランス的にはいかがですか。もう全然余裕ですね。屋根も、屋根なんか 僕、はい、僕で見ると原骨2つぐらいいっちゃいますか。あ、全然余裕ですね。余裕ですね、はい、前も全然、もうちょっと背の高い方は僕のポジションにしましたけど、はい、かといってきついとは思えないですね。なるほど。まあ言っても大型セダンですから、まあ、これは当然だと思います。じゃあちょっとスポーツシート特有のちょっとこう乗り込むまで、うん、はい、な感じですかね。ちょっとこれが捨り出してる感じがあるので、はい、ただはまっちゃえばこうリラックスというか、はい、そうですね、はい、決して乗り降りがしにくいわけじゃないです。 楽に乗れる方はちょっと違うっていうだけです。自然にホールドされる感じで、 それもメーカー考えて開口部を大きくしているのかなと思います。ドア、なるほど、すごく開きますもんね、はい、こことかめちゃめちゃ幅ありますもんね、うん、そうですね。なんですけどここがちょっとせり出してるっていう、普通の車はこの辺からこう立っちゃってるじゃないですか。あ、確かに、はい、うん、これかなり下げてあるんで、はい、まあ、その分ちょっと乗りやすくしてあるのかなっていう、そうですね、気がします。そしてリアのエアコン、はい、特に調整はなく、特に調整はありません、はい、で小物入れと吹き出しついてます、うん、吹き出しもだってこの真ん中とこっちもですもんね。あ、そうです、こっちと、はい、両方だ後席の方はちゃんと考えられてますから。そして開けるタイプの小物入れ、はい、ドリンクホルダー、その後ろに、はい、ここに USB が、はい、はい、2つありますついてます。そうですね、はい、うん、なんかでも開放感あっていいですね。圧迫感ないですよ。ちょっと車が長いんで、はい、5メーターあるじゃないですか。そうですね、まあ、リアの前後に関してはこう、うん、スペース想像できましたけど、はい、この天井の高さにはびっくりしましたね。
もうちょっと低いのを想像してたんですけど、どっちかっていうと後ろにこう下がったルーフで、うん、こう流線形なんで、はい、もっと後ろ狭いかなと思いきや、うん、はい、全然いいんじゃないですかね。高さもスペースがあると、はい、はい、バッチリです。こんな感じのリアシートになってます。はい、じゃあ続いて、はい、トランク、うん、はい、はい、見てみたいと思います。はい、これが一番特徴的な部分でもある、うん、はい、アウディでいうとこのスポーツバッグみたいな、そうですね、はい、リアの開き方、はい、うん、そしてこのトランクの容量ですよ。広いですね。ワゴンですかっていうぐらい、本当です、はい、広い、うん、十分というか本当広いです。これがあれですかね、はい、リアのちょっとこう居住性が良くなってる一因でもありますかね。あ、それはあるかもしれないですね、はい、うん、ここがちょっとこう割と取れてるかなっていう。確かにね、はい、そうですね。そしてこの圧倒的なトランク容量、うん、はい、はい、そしてここにあるのが充電器ですね、うん、そうです、はい、ちょっと開けてみましょうか。よいしょ。こんな感じです、はい、これが差し込みが200ボルト。そうです、200ボルトになってます。コンセントじゃないんですよね。そうです、違います。なんでおそらく多くの家庭がちょっと新設工事しないといけないと思いますけど、はい、なんかでも今の家庭って200ボルト家まで来てるんで、そうなんですよ、はい、ね、取り替えるだけ で、はい、でエアコンも今みんな200ボルトなんですよね。そうなんです。ちょっとそのコンセントの工事は必要になると思いますけど、はい、まあ、これ家に設置していただければ、うん、はい、家庭でも充電できますし、だからちょっとマンションだと、はい、ちょっと厳しいかもしれないですね。厳しいかなと、うん、ただ充電設備がついてるマンションとか、うん、まあ、あとは全国のポルシェセンター、はい、その他この、うん、この差し込みだったら、あ、そうです、はい、これだったら、まあ、テスラちょっと形が違うんですよね、はい、はい、いろんなところで充電できると、はい、そうです、はい、そして充電つながりで充電のポートをちょっと触れておきますと、うん、はい、給油口と反対側がこの充電ポートになっていると。はい、はい、そうですね。ここに先ほどのポートをぐさっと挿してもらえば、はい、はい、OK です。はい、で、これで充電の状態だったりとか、うん、あと挿すとロックされるんですよね、はいはい、その辺なんかのインジケーターと、そうです、あとはタイマーをかけて、はい、まあ、時間で充電が満了するように何かも設定できるみたいなんで、その辺で使えると、はい、であとはアプリを使うとかなりこう、うん、いいみたいですね。なるほど、要は連動ですね。そうです、車の充電の状態だったりだとか、うん、あとはエアコン、冷房暖房なんかも全部アプリでできちゃったりだとか、うん、はい、なんでさすが新しい車ですね。ちょっと勉強が僕みたいなアナログ人間だと必要かもしれないですけど、はい、はい、まあ、慣れと、そうですね、はい、使いこなしていただければかなり便利に使っていただけるんじゃないかな。めちゃくちゃ便利だと思います。はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、でエンジンの方が、はい、V6 2.9 リッター、はい、定番のやつですよね。定番のやつですね、はい、はい、に、ハイブリッドのシステムがプラスアルファされていると、はい、でなんかこう先代よりかもだいぶバッテリーのハイブリッドの容量がアップしているみたいですね、うん、はい、だいたい 1.5 倍ぐらい。あ、そんなに、はい、うん、先代が 9.4 キロワットだったのが、うん、このモデルが 14.1 キロワットになっているそうです。はい、でシステム出力的には460馬力すごい。それがびっくりなのが、うん、その後ですトルク、うん、700ニュートン700ニュートンって、もう6リ5リッター6リッターぐらい。いや、そう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 、だからドイツの、うん、ドイツ御三家の、うん、トップモデル、うん、あれぐらいの出力、うん、そうですよね、はい、はあ、素晴らしい、まあ、イコールその速いとかっていうわけではないですけど、まあ、それだけトルク感のあるパワフルな走りが楽しめると、うん、はい、こんな感じに。なるほど、これも改めて見るともうすごいですよね、うんうん、これ全部カバーで、はい、全部補強されてて。そうなんですよ、こう色気こそないかもしれないですけど。いや、でもタワーバーに、そう、はい、ここも補強されてて、はい、これ何ですかね、はい、メンテナンス、あ、ヒューズボックスですかね、はい、プラス端子があって、うん、ポルシェにしてはだいぶちょっといろいろ触れるようになってるなと思っちゃいました。本当そうですね、うん、911がもう何も触れないじゃないですか本当に、はい、見えないからね、911になってしまうと、はい、こんな感じで、はい、気になるもう一番肝心なハイブリッドのところは、はい、ちょっとこの後どんな感じなのか乗ってみたいと思います。そうですね、はい、ちょっと体感してみたいですね。ひりかさんもですよね、僕含めハイブリッド初心者なんで、はい、はい、ちょっとどんな感じなのか、はい、もう純粋な素人リアクションでお届けしたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。
OK です、お願いします。私恥ずかしながら、うん、ポルシェ PHEV 初体験でございます、うん、かなり恥ずかしいじゃないですか、はい、さっき車を動かしまして、はい、あれかかんない、はい、ちょっと恥ずかしい感じですけども、これちょっとどうにかなりませんかね。なんですか？これ別にあの PHEV 限らずなんですけど、このエアコンのこの操作性の、うん、はい、悪さというか、うん、ポルシェですね。なんでですかね。なんかいや、まだこの温度とかその風量はいいんですけど、これはちょっとこれ風がこう、いやだよね。いや最近あの iPhone とかも物理機なくなっちゃってるじゃないですか、うん、でこっちはこう残ってるじゃないですか、うん、はい、体感とかだとこっちもあのそうですね、タッチになっちゃってますけど、うんうん、ちょっと最低限物理機は欲しいとこはあるかなっていう、うんうん、ただもうこれも慣れじゃないですか、人間アップデートで、はい、なんせ人間がスーパーアナログなんで、ちょっとそもそも、はい、オートで設定したらそのまま使えっていう感覚が、あー、そうなんですよね、メーカーとしてもね、そうなんですよね、はい、切ったり入れたり、はい、アナログマニュアルに使うなと、うーん、っていうことなんでしょうね、多分なんか BM なんかも24度で勝手に出てくるし、はい、はい、運転に集中しとけってことなんですよね、うん、ただアナログ人間土屋は乗ったらとりあえずエアコン全開にして、うん、はい、風を浴びながら、うん、はい、涼しくなるまでやりたくなっちゃうんですよ、うん、わかります。いやこれ電気自動車っすね、はい、はい、ほぼ、うん、まあ、当たり前ですけど PHEV なんで、はい、結局こうスポーティーさと利便性と、うん、なおかつ、うん、PHEV になって、うん、燃費まで、うん、はい、良くなってきたと。そうなの？はい、いやだってこれカタログ値リタ40キロですよ。本当に？はい、あ。僕らあんまりこう燃費気にして車を何ですか紹介したりとか、ね、特に趣味性が強い車が、はい、はい、まあ、もちろんその知識の範囲として、うん、あのまあ MG これだったらこれぐらいだよねとかってありますけど、はい、改めてこれめちゃめちゃ燃費いいんだよとかってあんまり調べたりしないじゃないですか。はい。僕さすがに今回 PHEV なんて、ね、燃費調べたらこれカタログ値リッター40キロでしょ。ああ、素晴らしい。まあ、もちろんそのヨーロッパの規格のやつですけど、うん、でも実測でも34キロぐらい走るらしいですよ。本当？はい、実際それブログかなんかレビュー書いてる方がいらっしゃって、はい、ガソリンの入れ方忘れちゃいますね。本当っすよね。ああ、だってこれで80リッタータンクらしいですよ。満タン1000キロ超えですか。そのぐらい走るんじゃないですか。でも単純計算でそうですよね。そうですよね。で、そして今回はちょっとあの純粋な乗ったレビューに徹したいと思います。はい、平川さん、残念なお知らせをお伝えしてもよろしいでしょうか。あんまり嬉しくないですよ。本当ですか。残念でしょう。こちらですね、はい、なんと電気だけで50キロ走れるらしいです。なんで市場で一度もエンジンがかからない可能性が出てきました。アクセルの踏み加減したでしょ。って、踏んでみていいですか。はい、あ、変わった。はい、はいね。はい、いや全然床まで踏んでないですよ今。本当？はい、半分ちょっとっす。あら、はい、一応電気だけで50キロ巡航、うん、すごいですね。はい、マックス140キロ出るらしいですよ。でさっきみたいにここ一番はちゃんとあの駆動用と充電用で、はい、あのエンジンがかかると、うん、はい、あ、今ちょうどかかりましたねエンジン。はい、かかりましたね。はあ、これちょっと石川さん交代しましょう。はい、新しい感覚が、ちょっとどこから説明すればいいでしょうか。どうでしょう。
乗った感じというか、うん、あの足回りだったりこうステアリングだったりはもう紛れもなくパナメーラです。本当ですか？はい。なんかすごく重心が低い車乗ってる気がします。ああ、それあるかもしれないですね。はい。なんだろう、どっしり感が変なって言い方はおかしいですけど、はい、不思議な感じです。僕の中では多分ハンドルに来てないからなんかパナメーラって感じしないです。本当ですか？はい、僕紛れもなくパナメーラだなと思ってます。でもそんなに乗ったことないですけど、はい、距離を。まあそうですよね。はい。まあ試乗とか改装で乗らせていただくぐらいなんで。はいはいはい。ただそれよりも何よりもなんかこのエンジンとその加速感とブレーキとちょっと新しい感じがします。違和感でなく。そして、はい、乗った感じは今は多分エンジンかかってないですよね。かかってるのかな？かかってる。かかってないじゃん。かかってます。あ、かかってる。あ、かかってる、ね。かかってる。かかってる。かかってる。でもそう確認しないとわからないぐらい静かなんですけど、ね、静かなんですね、はい、これね。なんかステアリング細くない？そうっすか。あ、でもポルシェって感じか。はい、あ、であと今このモードが E になってたんで、うん、どういうわけか、うん、ハイブリッドなのにスポーツとスポーツプラスもついてるという、うん、それはほらポルシェ。そこはやっぱり EV とか PHEV 作っても、はい、はい、外せない部分なんですかね。そうですね。そこは忘れられちゃ困るというか。確かにどこまで行ってもスポーツカーメーカーですからね。そうですね。ハイブリッド作ってても、はい、なんか音が心地いいですね。これマフラーの音ですかね。作ってるんですかね、うん、作ってるんじゃないですか。作ってるっぽいですよね、はあ、でもなんか嫌な感じではないですよ、はあ、ハイブリッドってなんか特に輸入車のハイブリッドって、はい、ちょっとこう食わず嫌いしてる方って多いですね。多いですよね。僕もそうです。実際どうなんだろうっていう、はい、僕もそうです、はいはい、ただいろいろ調べたら、うん、やっぱりその年々こうアップデートしてって、うん、で特にあのパラメーラのハイブリッドってパラメーラハイブリッドってもう Google で検索すると、うん、その後の検索候補に故障って出てきちゃうんですよ。はい、まあ、それパナメーラに限らずなんですけど、はい、欧州車のハイブリッドって多分入れるとその後の検索方法で故障で出てくるんですよ。でやっぱりそのトヨタのハイブリッドみたいにすごくこう、はい、歴史まではいかないですけど、はい、その何ていうんですか、長い採用期間があるわけじゃないじゃないですか。割とここ最近出てきた感じじゃないですか、うん、だからその最初の頃のハイブリッドの故障とかが結構こう言われちゃうみたいです。だメルセデスで言ったら221のハイブリッドとか、221のハイブリッドでしたっけ、あの最初の頃の方のハイブリッドとか、うん、はい、あれが距離飛んであの故障が出た時に結構言われちゃったりとか、はい、はい、で特にハイブリッドとかってパーツ代高いじゃないですか。そうですね。だそういうのが結構こうセンセーショナルにこう、ただこのパナメーラのハイブリッドに関しては第三世代らしいんで、うん、信頼性もあの抜群にアップしてるらしいですよ。もちろん絶対故障しないとは言えないんですけど、うん、はい、あの正直言うとそのボンドグループとしてハイブリッドを扱うっていうことが少ないじゃないですか、はい、なので、ちょっと僕らもそのノウハウが少ないというか、はい、あの特にねそのおっしゃるようにヨーロッパ車ってハイブリッドっていうイメージがどうしても少ないというか、まあ、成長段階的なところありますよね。そうですね、はい、わ、これステアリングサポートすげえ。あ、そう、レーンキープすごい、めっちゃアシストされました今。じゃあ参りましょう。はい、はい、いやこれちょっと助手席の方があの違和感ありますね。そうでしょ。ありますあります、あります。なんかね、どうあの答えていいか分かんないから、別につまんないと思ってるわけじゃなくて、はい、びっくりした今、はい、これ助手席の方が、いや運転席はまだ自分で操作してるじゃないですか、うん、そう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 、だあれあれぐらいなんですよ、うん、あれなんかそのいつもの音が聞こえないなとか、はい、ああこういうちょっとなんか感じ方が違うんだって感じですけど、うん、助手席これ普通に電気自動車ですね。そうですよね、はい、だから何喋っていいか分かんなくて、別にテンション低かったわけじゃないですよ。なんすかね、あのちょっと他の車種の名前出して恐縮なんですけど、プリウスですね、助手席の感じ。このいや違う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 、この座り心地とかそういうことじゃなくて、分かる分かる、
音もなくこう、うん、自分が移動する感覚、はい、一番身近なもので言うと、うん、プリウスですねこれ、うん、そうだよね、はい、だからねこう何を喋っていいかが僕の中ではこれはちょっと考えていたらテンションが出てきました。運転席は本当にハンドルに行ったりとか、うん、アクセル踏んだりとかって操作があるんで、うん、はい、そんなに違和感なかったですけど僕、うん、あれちょっといつも違うなぐらいだったんですけど、うんうん、助手席はこれでしょ、はい、そうなんだから衝撃ですねこれあ、これなんかモーターのでかいプリウスですねでも、はい、そう、あのなんていうのこのもあのハイブリッドに関して、はい、僕も正直そんなに知識がないので、はい、ただ今までの経験値で言うと走り始めからモーターのこのトルク感が結構ありますね。なんかこれあのハイブリッドっていうか電気自動車乗ってるみたいですね。エンジン動かないんだろうなみたいな、エンジンないんだろうなみたいな感覚、モーターでこれだけ走っちゃうから。プリウスってそうじゃないじゃないですか。今の車速になればもうエンジンかかっちゃうし、もう決定的な違いはそこらしいですよ。PHEV と、はい、ハイブリッドの。へえ、うわー速い。エコモードのまんまなのに踏み込むとやばいっすね。やばいやばい。エコモードのままでいいんじゃないですかっていう感じぐらいな。なんか、はい、普通のハイブリッドとプラグインハイブリッドってプラグインっていうところに結構みんな注目するんで、はい、あれが刺さるか刺さらないかの違いみたいな風に感じてる人多いじゃないですか。そうですね。ただ実際はそれプラスそのハイブリッドの比率が違うらしいですよ。うん、違いますね。はい、はい、いわゆるそのプリウスみたいなハイブリッドって、はい、エンジンメインでモーターでアシスト、はいはい、それが PHEV になるとその電気の部分のその何ですかがだいぶこう割合が増えるという、はい、ウエイトがね増えてくるんで、だからスタートなんかも全くガソリンというかエンジン使わないし、そうですね、はい、例えば、ね、はい、モード切り替えとかそう、ここ一番の時しかエンジン使わないと、はい、パナメーラに関してはちょっと僕わからないですけど、はい、他の車の PHEV の車とかだと、はい、じゃあバッテリーを使い切ってしまいました、で自分がエンジンかけて自分で車が勝手に充電またやるじゃない、その時の充電時間がやっぱり長いもんね。あ、ハイブリッドプリウスそうじゃないですか、はい、すぐまたエンジンで走ってすぐバッテリーがこう充電、はい、満充電になる、はい、でも同じプリウスでも PHEV あるじゃないです か充電まで時間がかかる。だから当然それは電源で充電するっていう前提もあるので、エンジンだけ走行中の充電だけに頼ることはないっていう前提で作ってますから、当然といえば当然なんですけど、いやでもすごくない、すごいですね。ちょっとマンションの方は、うん、ハードル高いかもしれないですね。そうですね、はい、戸建ての方であれば200ボルトの工事ってすぐできるじゃないですか、はいはい、で200ボルトのコンセントだけあれば、うん、ポータブルというか、はい、で充電できちゃうんで、でもう4時間5時間って言ったら、まあ、自宅に帰られて翌朝出勤までには、うん、そうだね、はい、まあ、必要であればですけど、はいはい、充電確実に間に合うんで。でもさ、はい、ってことはさ、はい、あれでしょ、街中にある充電器あるじゃないですか、はい、EV の、はい、あれで充電して、はい、短時間で結構な容量入るってことでしょ。そうですね、はい、でそこからまた走り出してればいいわけだし、まあ別にそこまで考えなくてもね、ベースがハイブリッドだから。だから一番のこの今現状での落としどころっていう風に書いてある記事が多かったです。ああなるほどね、はい、やっぱり完全 EV だとやっぱりちょっとそのよっぽど環境が整っている方と、はい、じゃないとなかなか所有するのにハードルが高いと。ただこの PHEV だったら、まあ、その充電設備をつける環境も割とこうハードル低いし、はい、もう万が一の場合ももちろんそのガソリンがっていうところが残ってるんで、まあ、使えると、はい、そうですよね。やっぱりこう EV のインフラってね、うん、現在もいろいろ言われてますし、こ
これからどういうふうになっていくか、そこが一番大事なところというか、難しいところというかですね。だこれだ、これだったらというか、もう PHEV だったらもう全然ハードル高くなく、はい、ちょっとマンションの方とか、まあ、繰り返しになりますけど、ちょっと設備がないと、なかなか申請するっていうのは多分できないと思うんで、ちょっとあれですけど、だ何でもそうですけど、こう急に切り替えるって難しいじゃないですか、はい、はい、だからその段階がやっぱりちょっと時間かかりますけど、うん、まあ、今現状で言うんであれば、もうこの PHEV はもう言うことないなっていう、うんうん、ただそこにこう石川さんみたいな純粋なこうガソリン好きとか、うん、はい、やっぱり911からのこのパナメーラを期待してる方だと、うん、ちょっとパンチが足りないなとか、うん、はい、確かに。でもこれ、はい、僕の中では単純にパナメーラじゃないですか、はい、だから全然いいなと思いますね言ってること分かりませんよね。要は911とかではないってことですね。おっしゃる通りです、はい、これが911だったりとかっていうと、うーんって考えちゃいますけど、大丈夫です、それはもうちょっと先です。そうですね、はい、はい、これはパラメーラなんで全然、はい、ああこれすごいな、アシストすごいですよね。アシストすごい、めっちゃアシストしますよね、はい、これめちゃくちゃ優秀ですね。めっちゃ優秀なんですよ。あ、ではそろそろモード切り替えをお楽しみください、はい、いやなんか意外とこの、はい、エコモードというか、このEパワーのモード、はい、ああすごい、めっちゃアシストされますよね。アシストするなんかハンドル離してもいいんじゃねえかぐらいに思っちゃう本当に本当にこうセンタートレースしてくださいそうフラフラしない、それで同時にちょっとこうなんていうんですか、いわゆるこのスポーツカーとの対極の方に向かっていってるなっていうこの寂しさも感じますよね。そうですね。でも言っても僕も皆さんご承知のようにもう初老なんで、ある意味こういうシステムがついていて踏んだ時に楽しいっていうのをなんとなくこうありかなって最近はでもこれでも思ってますよ、はい、っていう反面こう RR の911素の彼らでマニュアル乗りたいっていう気持ちもありますけどねこう同じこう例えばコーナー曲がってトレースしてくるのにしても、はい、こう機械として優秀にこうちゃんとこうオンザレールで曲がっていくのか、はい、それともなんかその頭のいい何かがついてて、うん、こうサポートされてオンザレールで曲がっていくのかとだいぶ感覚違うじゃないですか。そうですね。なんかこう機械的だったりするとこうなんていうんですかね、礼儀作法を間違えるとどちらかっちゃってお前下手だなって車に言われてる感があるじゃないですかワクワクしますよね。そうワクワクするんですよそこでねこうアドレナリンも出てくるんでこの車乗ってると平穏無事に過ごせそうですね。買っちゃいました。いいですか。あ、いいでしょ。ポチッ、はい、おーっとかかったおーっつっていやかかるのはいいんですよ。いいですね、はい、これ止まると不安になりますからす、ね、ちょっと帰り止めましょう。はい、はい、いやでもちょっとこれ表現しますね、書かれてやっぱり。そうですね、いいですね。その強制されてることに対して石川さんはよしですか。どういうことですか。要は頭よくこう介入されることに対して、うん、はい、よしですか。受け入れられます。あ、受け入れられます、はい、受け入れてますよ実際。あ、本当ですか。はい、自分の乗用車でも、まあ割と自然に介入される感じですかね。うん、そうですね。でも何ていうのかな、こうメーカーそれぞれの考え方が違うっていうのがあって、介入はしますけど介入の仕方ってメーカー車によって違ったりするじゃないですか。それを分かって乗ってると何ていうんですか、車の限界点って言ったらおかしいけど、その性格っていうんですかね、味付けが分かってくるとそういう乗り方にしようってやっぱり思えるので、この一瞬の市場と違くて所有するとまた全然違う楽しみ方、そうなんですよね、そうっていうのが結局、まあ、言ってしまえば、ポルシェ、BM、ベンツ、アウディ、もうドイツのメーカーってとにかく懐が深いんですよ。だからいろんなこう楽しみがオーナーさん次第では味わえるかなって僕はいつも思いますね。またその乗るシチュエーションとかでこう新たな発見とかありますからね。そうなんですよ。なん
だろうな、この絶対的な安定感、面白い。だからもう50キロマックス140キロ出る EV で50キロ走れちゃったら、人によってはだからもう買い物ぐらいじゃエンジン最近かかってねえなっていうレベルですよね。本当だね。はい。なんかね、僕そう思うんですよいつも。ね、はい、あのごめんなさい突然また話し出すんですけど、はい、僕ら査定するじゃないですか。はい、当然。はい。距離何キロですか。はい。5万キロです。はい、でもハイブリッドでどれだけエンジンこの人使ったんだろうって思うわけですよ。そうだからプリウスが、ね、あのトヨタの車っていうかプリウスはハイブリッドシステムが優秀じゃないですか。でハイブリッドシステムが壊れなければエンジンが壊れるはずないですよ。エンジン使わないんだから、そもそもが使わないから言い過ぎだけど、エンジンに対する負荷、うん、でオイル交換のサイクルも一概にそのガソリン車みたいに、うん、じゃあ5000キロで交換しましょうとかっていう風に言えないっていう。そうなんですよ。だ僕自分で乗っててそう思った、はい、そうなんですよ、はい、通勤で1時間も2時間も乗ってた時にずっと渋滞でエンジンかかる時ってバッテリーを充電するためにブルンでかかって、はい、バッテリーがね、あの、はい、容量が増えなくなったんですよね、うん、だからエンジン自体は回してないからなみたいな、アイドリングしかしてないわ。それ考えるとハイブリッドシステムが耐久性がちゃんとあればエンジンなんか、エンジンなんかって言い方してるかな、エンジンに対するなんていうこうね、酷使するっていう場面がほぼなくなってくるので、10万キロ乗っても実際エンジン3万キロしか使ってないよとか、そんな状況になるのかなと思いつつ、まあ間もなくですね、うん、ハイブリッドのその信頼性の部分においてもこれ第3世代が出て、まあ言うても数年じゃないですか。だからこれ評価されるのは多分またもうあと何年か経って、はい、うん、さっきツッチが言ってたように、あ、パナメラだ、わかりました。いろいろなんかちょっとこう違和感というか、そのガソリンモデルと違うところありますよ、はい、なんかブレーキのそのタッチとか、はい、はい、なんかその伝わってくる振動とか、はい、なんか車の乗った感じは紛れもなくパナメラなんですよ、うん、まあ当たり前ですけど。そうですね。でもね、ブレーキのこう最初のファーストタッチあるじゃないですか。そこがいかにもハイブリッドな感じ、あ、やっぱりなと思ったんですけど、さっき前が詰まった時に強めに踏んだ時に奥に行った時の動力ってなんか、あ、ポルシェだなと思います。めっちゃ効きますよね、うん、ちゃんと動力が伝わっててって、こうちゃんとなんていうんですか、リニアな動きというんですか、なんかああこの踏み加減ポルシェだな、パナメラだなっていう感じがします。いやでもいろいろこうもう平均点がめっちゃ高いですこれは。いやめっちゃ高いね、はい、これね、はい、あの乗る車乗んないと分かりません。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はポルシェパナメーラ 4E ハイブリッドをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。